どうも、うずうずカレッジ大将です。今回お話しさせていただく内容は、前回挙げさせていただいている学習効率を上げるための爆速ツール5選のうちの一つ、パケットトレーサーについてのダウンロードの仕方から、まあ、使い方のところですね。ここを、徹底的に解説していきたいと思います。この動画を見ていただければ、CCNA で使えるものっていうのは全て網羅できますので、最後まで動画を視聴していただければと思います。それでは、やっていきましょう。今回はね、ブラウザを使ってまずはダウンロードの仕方からいきたいと思います。まず Google で Cisco ネットワーキングアカデミーと検索をしてください。そうするとこのようなね、画面が出てきます。で、このような画面が出てきたら、一番上の部分ですね、この Cisco ネットワーキングアカデミービルド IT スキルズ&エデュケーションなんちゃらってやつですね、ここをクリックします。クリックすると、 Cisco ネットワーキングアカデミーのサイトに飛びますので、ここのコースっていうところからパケットトレーサーを選択します。で、パケットトレーサーを選択すると、パケットトレーサーのまたページに飛びますので、このビューコースというのをクリック。そうするとこのスキルフォーオールっていうのが出てきますので、スキルフォーオールをクリックしてください。はい、そうしますとパケットトレーサーのまたスキルフォーオールのページが出てきますので、ここから少しスクロールしていただいて、ゲッティングスタートウィズパケットトレーサーっていうのをクリックします。ここをクリックすると、さっきのゲッティングスタートウィズパケットトレーサーというページに飛びますので、語学なんですが、これ日本語がないのでイングリッシュのままでお願いします。で、ゲットスタートを押します。そうするとログイン画面が出てきますので、アカウントをね、作っていない場合は新規登録が必要になります。ただ今回はこの Google のアカウント連携ができるようになっているので、 Google のアカウント連携をします。今ですね、 Google のアカウント連携を進んでいて、サインアップっていうところで国を選びます。で、あとは誕生日の年と月ですね。で、誕生月と生年月日選んで続きもやります。はい、そうすると、まあ、英語の文章で、これ契約書みたいな形になるんですけど、ここですね、両方チェックボックスを押していただいて、Accept and Continue っていうのを押します。そうしましたら、Getting Started with Packet Tracer の実際の中身の内容ですね、それが表示されるようになります。この中身ですね、Install Cisco Packet Tracer っていうのをクリックします。そのまま下に移動していきます。はい、下に移動していくと 1.03 ダウンロード Cisco パケットトレーサーっていうところにまたリンクが1個ありますので、このリンクをクリックします。クリックするとリソースハブという、まあ、ダウンロードサイトに近い形ですね、サイトの中に飛びますので、ここですね、 Cisco パケットトレーサーって書いてあるところの、今回僕が使用している PC は Windows の 64bit になりますので、パケットトレーサー 8.2 Windows 64bit っていうのをクリックします。で、もしお使いのパソコンが Mac であれば、一番上の MacOS 64bit っていうのをクリックしてもらえればダウンロードができます。で、真ん中の Ubuntu って書いてあるのは、これは LinuxOS っていう、まあ、もう一つの OS になるんですけど、こちらは、まあ、プライベートで使用してる人いないので、まあ、ここはクリックすることはないかなと思います。で、僕は Windows なので Windows をクリック。そうするとダウンロードが始まります。はい、ダウンロードが完成すると、ここにファイルを開くっていうのが出てきますので、ファイルを開くをクリックします。はい、ファイルを開くと、まあ、こんな形でですね、まあ、利用規約っていうのが、まあ、英語で書いてあります。上の Accept the Agreement 承諾しますよっていうやつですね、ここをクリックして Next で、あとは特に特別な操作はないので Next をひたすら押していきます。で、インストール。そうするとインストールが、始まります。はい、で、これで今セットアップが完了したので Finish を押します。はい、デスクトップに出てきたパケットトレーサーのアイコンをクリックすると、この画面が出てきます。さっきね、スキルフォーオールの方で実際ね、操作をしていたので、スキルフォーオールの方をクリックします。まあ、こんな感じでログインできましたよというページがまたブラウザー上に表示されます。こうなればパケットトレーサーがね、使える状態になるので、皆さんの画面上にもパケットトレーサーの画面が出てきているかなと思います。で、実際このパケットトレーサーの文字って結構小さいので、文字を大きくしたいよっていう場合は、コントロールキー CTRL って書いてあるところのキーと R ボタンを同時押ししてあげると、文字の大きさが変えることができます。
なので文字の大きさを変えてあげるってこともできるので、このフォントって書いてある部分ですね、クリックしてあげて文字の大きさを変えてあげましょう。でこの CLI って書いてある部分っていうのは何かっていうと、実際何かを設定したりする時の画面のことを言っています。でこのアプリケーションっていうのはそれ以外の部分に表示されている文字の大きさです。で今回、まあ、皆さんにご説明するようにちょっと大きめに設定をしてあります。でこのアプライって押してあげると文字の大きさが変わっていきます。では早速パケットトレーサーの使い方からやっていきたいと思います。今画面上にいろんな文字がねこうあると思うんですけど、今回やるものっていうのは PC から例えばサーバーに対して Web の通信をした時に Web ページが見えますよっていうところをまず最初にやっていきたいと思います。そのためにですね、必要なのはこのネットワークデバイスって書いてあるところのこの丸い球体、今回2811っていうこの丸いものを使うんですけど、この2811この丸いもの何かっていうとルーターというものです。このルーターというのは通信に関することをしている機械になります。さらに PC とかをね追加しなきゃいけないので、エンドデバイスっていうところから PC をクリックして持ってきます。1台だと味気ないので、まあ、2台用意しましょう。で2台用意すると、このルーター実はケーブルを挿す場所が2箇所しか存在していないので、この2台をつないでしまうともうサーバーにアクセスすることができなくなってしまいます。なのでこれを1本のケーブルで収めたいので、さらに機械としてこのネットワークデバイスっていうところからスイッチというものを選択します。はい、この四角いやつですね、この2960を間にね持ってきましょう。ここでスイッチと PC の間でケーブルを結んで、スイッチからこのルーターに線を結ぶことによって差し込み口1個だけで2つの通信を賄うことができます。イメージとしてはこのスイッチはね延長コードみたいな感覚だと思っていてください。じゃあ最後ね、サーバーがないとウェブサイトは見れないので、同じくエンドデバイスっていうところからサーバーですね、これを持ってきます。これで機械は全て出揃いました。あとはこれをねケーブルでつないでいくだけになるので、稲妻マークをクリックしてもらうと色の線がありますが、今回使うのは黒の実線のものですね。カッパーストレートって書いてあるものと点線カッパークロスって書いてある、この2つを使います。まずはこのカッパーストレートっていうのをクリックして PC0 って書いてあるところをクリックします。そうすると RS232 とか USB0、USB1、ファストイーサーネット0っていう項目が出てくると思います。でこの中のファストイーサーネット0っていうのをクリックします。そうするとこんな感じでケーブルがビヨーンと動かすことができますので、スイッチ側に持ってきてクリックします。でそうするとファストイーサーネット0すら1からギガビットイーサーネット0すら2までの番号がずらっと出てきます。なので、まあ、どれか好きなのをねクリックしてもらえればいいです。今回僕の方はファストイーサーネット0すら1で線を今つなげました。で同じく PC1 とスイッチ側も同じように作業をしていきます。で、まあ、0すら2にこの PC 側はつなげました。そしたらこのスイッチとルーターのところにケーブルを渡すんですが、これもこの実線のストレートって書いてあるやつですね。これを今度0すら3につなげて、ルーター側の0すら0って書いてある部分ですね、つなげます。これでルーターから PC までの通信はできるようになりました。今度はルーターからこのサーバーのところに線がないと通信できないので、ここに線をつなげるんですが、ここはクロスって書いてある方ですね、点線の方を押してサーバーの方にやります。ここはねサーバーファストイーサーネット0という選択項目しかないので、そこをクリックしてあげるとこれでネットワークが完成しました。これであとは各この機械に設定をしていくことで通信ができるようになりますよというのがこのパケットトレーサーの大まかな使い方になっていきます。じゃあ実際どうやって設定していくのかっていうのがここからのテーマになっていきます。まずはねこのルーターって書いてあるもの、2811って書いてあるこの丸いやつに行きたいと思います。これをまずクリックしてください。こんな形で詳細画面がずらーっと出てきます。この CLI っていうものですね、これをクリックします。そうしますと今ルーターの中身がどうなっているかっていう、まあこれログイン画面だと思ってください。ログイン画面みたいのがここに表示されていて、最後 Yes か No っていうのを聞かれます。なのでここを No と打ってください。でこの Yes か No の Yes の場合は何をしなきゃいけないかっていうと、もう全て細かい設定も含めて全部手動
動でやらなきゃいけなくなるので、ノーにしてください。これノーにすることによって OS のサポートが受けれます。エンターキーを押してあげると文字が出てきます。で、まあ、エンターね、こうやって押していくとどんどんルーターが出てくるだけになるんですけど、これでやっと設定をするための準備が整いました。そうしたら次何をするかというと、このルーターって実は設定するためにはいろんな手順を踏まないと設定するところまでいけません。なのでその設定をするためのモードまで移行する必要があります。これから打つコマンドっていうのはこのルーターっていうところから実際設定するまでのモードに移行していきます。その時の注目ポイントなんですが、ここの記号ですね、記号の部分がどう変わっていくかというのに注目してもらえるといいかなと思います。まずは Enable と打っていきます。で、Enter 押すとさっき逆のくの字だった部分がシャープに変わりました。これは設定を見るモードってよく言ったりするんですけど、要するにこのルーターに設定されているものは今どういうものかっていうのを事細かく見ることができるモードになります。もちろんここで使うコマンドとかもあるんですが、今回はそこはちょっと触れずにいきたいと思います。で、次なんですが、コンフィギュアで半角スペース開けてターミナルですね、エンターを押します。実は今僕スペルを間違えたんですけど、これ間違えた時にこの下に記号がですね出てきます。これ何かっていうと、この付近でコマンド間違えてますよっていうお知らせをしてくれてます。なのでこのマークが出た時にはこの近辺で間違えてるんだなということになります。なのでもう一度打ち直すんですけども、今度は正しいコマンドを打ちました。なのでどこが間違えてたかっていうと、ここの T が間違えていたということになりますね。で、コンフィギュアターミナルって打つと今までシャープだったところがコンフィグシャープに変わります。で、こうすると何ができるようになるかっていうと、ルーターの全体の設定ができるようになります。先ほど僕の方でお伝えしたこのケーブルの差し込み口が2つしかありませんよっていう、お話をしたんですけど、この差し込み口どこに差しても同じ設定がされているというようなイメージです。ここではまだ今回やりたい通信をするための設定ができないので、ここから差し込み口だけの設定をするモードに移っていきます。その場合っていうのはインターフェースコンフィギュレーションモードっていうモードになるんですけど、どこの場所かっていうのを言ってあげます。ファストイーサーネットですね、0/0。こうすることでファストイーサーネット0/0の設定ができるようになりますよというのがこのコマンドになります。エンターを押すと今度はコンフィグシャープだった場所がカッココンフィグ -if シャープという形に変わります。こうなればファストイーサーネット0/0のみの設定になりますよということになります。ここでポイントなのが、これから通信をするっていう時に一つ必要な数値があります。これが何かっていうと IP アドレスというものになっていきます。なのでこれからやるものは IP アドレスというものを設定してるんだなというふうに思ってください。コマンドは単純で IP アドレスと打てばいいです。で、その数値を入れていきます。今回は 192.168.10.1 というものを使っていきます。で、あとはサブネットマスクっていうものを使うんですけど、これはですね、まあ、IP アドレスの付録的なものという立ち位置で覚えてもらえればいいと思います。で、エンターをします。で、次にノーシャットダウンというコマンドを打つんですけども、これは簡単に言うと IP アドレスが有効ですよという意味になります。エンターをします。そうすると使えるようになりましたよっていうのがね、ここに出てきます。これで使えるようになったので、次はファストイーサーネット0/1の設定をしなきゃいけないので、一度モードを全体の設定するモードに戻らなければいけないので、 exit って打ちます。で、 enter を押す。そうすると -if が消えてコンフィグシャープに戻ったので、またインターフェース今度はファストイーサーネット半角スペース0/1と打ってエンターを押します。で、今度は同じですね、 IP アドレス、ファストイーサーネット0/1側は 192.168.20.1 にします。で、さっき言った付録的な立ち位置のサブネットマスクは同じ 255.255.255.0 になります。また同じく有効化のノーシャットダウンでエンターを押します。これで今通信ができる状態の下準備が完了です。はい、じゃあ次はね、この PC 側の設定なんですけど、
ルーターの時と同様でこの PC をクリックしていきます。そうするとさっきと同様 PC の中の詳細画面みたいのが出てきますので、この中のデスクトップっていうのをクリックします。でそうするとこの PC でできる細かい設定の部分がこうずらーっと出てくるので、今回使うのはこの IP コンフィグレーションっていうものと、後ほど使うのはこのコマンドプロンプトっていうものと Web ブラウザーっていうのを使うんですけど、今やるのは IP コンフィグレーションになります。でここをクリックします。でそうすると、まあ、なんかまたこの IPv4 アドレスとかサブネットマスクとかデフォルトゲートウェイ DNS サーバーとか、まあ、そういうね文言があるんですけど、実際僕の方で設定するのはこの IP アドレスとデフォルトゲートウェイっていうものですね。これを設定していきます。まず IP アドレスなんですけれども、 IP アドレスは 192.168.10.10 でエンター。そうするとサブネットマスクは自動で25525555250で出てきます。で次デフォルトゲートウェイなんですけども、このデフォルトゲートウェイっていうのはどの数値を入れればいいかっていうと 192.168.10.1 という数値を入れていきます。こうすることによってさっき設定したルーターのファストイーサーネット0すら0とつながってるネットワークの PC ですよっていうのがこれでわかるようになります。そしたらバッテンを押してください。で同じく次は PC のもう一個の方ですね、こちらを設定していきます。はい、 PC1 の方ですね。で PC1 の方もまあ先ほどとやり方は一緒になりますので、このデスクトップをクリックして IP コンフィグレーションで、注意しなきゃいけないのは IP アドレスを変えるということです。 IP アドレスは 192.168.10.20 でエンター。でデフォルトゲートウェイをまた同じく 192.168.10.1 に変えます。でバッテン、こうすることによって今この PC0 も PC1 もこのルーター1につながってますよっていう設定が完了しました。であとは何をすればいいかっていうと、このサーバーですね、このサーバー側もこのルーターとつながってますよっていう設定をしなきゃいけないと。そしたらまた同じくサーバーをクリックします。でサーバーをクリックするとまた同じようにね詳細画面が出てくるので、デスクトップを押して IP コンフィグレーション、これをクリックします。で今度はこのサーバー側っていうのはルーターのファストイーサーネット0すら1の方に、つながっているサーバーになるので、IP アドレスはどうなるかというと 192.168.20.20 ということになります。でサブネットマスクは255255250のままで、デフォルトゲートウェイはさっき言ったようにルーターとつながってますよっていう意味を表すので 192.168.20.1、これはルーターのファストイーサーネット0すら1の設定の IP アドレスです。これを入力してバッテンを押します。はい、これでもうすべての設定が完了しました。あれ、このスイッチは設定しなくていいの？っていうことにはなるんですけども、スイッチに関してっていうのはさっき言った通り延長コードに近い役割もするので、今回は特に何もしないんですが、このスイッチも同じようになんか設定をしたいよっていう時はスイッチをクリックしてあげると同じように詳細画面が出てきて、この今度は CLI やってあげるとスイッチの設定しましょうという形でね、こうやって打てるようになってきます。でこのスイッチも同じようにこのモード移行っていうのがあって、このモード移行はルーターのモード移行と全く同じなので、まあルーターの側の方でモード移行を覚えてしまえばスイッチも自然と扱えるようになっていくというような形になります。なので今回はスイッチの細かい設定とかは割愛をしたいと思います。ではでは早速
この PC0 からサーバーの方に Web 通信をしてみましょう。ということで、同じく PC0 をクリックしてください。 PC0 をクリックすると、また同じみのページが出てくるので、この Web ブラウザーっていうのをクリックして、この URL の時にさっき設定したサーバーの IP アドレスを入力してあげます。 192.168.20.20 で設定していたので、これでここの Go ですね、 Go って押すと、はい、こんな感じでウェブページとしてすごい簡易的なものにはなるんですけど、表示されるようになります。で、ね、ここにね、まあ、例えばメニュータブがあるので、ここをポチッと押してあげると、こんな感じでハローワールドとか、いろんなね、なんか文字が出てきたりだとか、このイメージってやると、このシスコのこうイメージ画像が出てきたりだとか、はい、こういうのが見れるようになると。これが、まあ、僕たちが普段使っているウェブサイトのすごく簡易的なね、あの仕組みになっています。で、これに要するに、まあ、プラスね、いろんな技術を加えていくと、本当にリアルで使うようなウェブサイトが作れるようになります。では次はですね、もうちょっと技術のレベルを少しだけ上げていきたいなと思います。で、次は何をするかっていうと、今度はこの PC0 からウェブサーバー、これに関してはちゃんと通信はできますよと。でも、この PC1 はウェブサーバーには通信ができないようにしますよっていうことをします。僕たちが普段使っている、例えばインスタの制限付きですね、制限付きの公開みたいなことを、このウェブサーバーのネットワーク上でやっちゃおうよっていうのを、これからちょっと見せていきたいなと思います。で、念のため、じゃあ実際今 PC1 って見れなかったら意味がないので、ちょっと PC1 の方も実際今見れるよっていう状態ね、お見せできればと思います。同じくウェブブラウザを開いてあげて、で 192.168.20.20 でやると、はい、今はちゃんとウェブページが見れるようになっていますねと。で、これからやるのは、この今 PC1 っていうのは見れているんだけれども、これが見れなくなるよっていう設定をします。じゃあどうやってやるのっていうと、これも実はこのルーターっていうところで設定ができるようになります。じゃあルーターをまたクリックします。で、ルーターをですね、クリックすると、今いろいろウェブサイトとかを見ていたので、自動でログオフされています。なので、もう一度エンターを押します。で、そうすると一番最初の逆くの字になっています。なので、同じようにさっきモード移行したところまで行きます。はい、まずイネーブルでエンターを押して、はい、コンフィギュアターミナルですね。で、そうすると、はい、カッココンフィグカッコシャープという形になります。で、制限をつけるっていう時は、実はここでね、制限をかけていきます。はい、全体的に制限をかけるという形になります。では、実際設定をしていきたいと思います。で、制限をつける時にはアクセスリストと打ちます。アクセスリスト、はい。で、アクセスリストってつけたら、これ何番のアクセスリストですかって番号を振らなきゃいけないので、まあ、今回は切りよく100にします。はい、で、100ってやった後に何をしなきゃいけないかっていうと、この100のリストは何をするリストなのかっていうのを言わなきゃいけないので、拒否っていう意味の deny っていうふうにやります。これで、100のリストの拒否条件を作りますよという意味です。じゃあもうちょっと具体的に、じゃあどういう拒否条件なのっていうことで、プロトコルという、まあ、約束事ですね、これを決めていきます。これが、IP、これは通信に対して拒否しますよという意味合いになります。なので、どんな通信も拒否するという意味になります。じゃあ拒否しますよってなったら、どこからどこの通信を拒否しなきゃいけないのっていうのを今度は書いていくということで、まずはどこからのどこですね。はい、ホスト 192.168.10.20、PC1 からの通信を拒否しましょうという意味になります。これで、で、次どこなので、サーバー側の IP アドレスを指定してあげます。ホスト 192.168.10.20
点、20点、20。これで、PC1 からサーバーへの全ての通信は拒否しますよという意味です。で、エンターをします。で、これで拒否の条件はできたので、次は許可する条件を、作ってあげます。で、同じくアクセスリストっていうのを使うんですけども、はい、次はパーミット。これで許可になります。で、IP。で、同じくどこからどこなので、ホスト 192.168.10.10 からサーバーであるホストの 192.168.20.20。この通信は許可ですよというふうに伝えます。これで、もう条件は作りました。で、この条件を作ったら、あとこのリストをどこで適用するかっていうのをルーター側に教えなきゃいけないので、今度はどこっていう個別になるので、個別のところに移動します。インターフェイスで、今回はファストイーサーネット0すら0にかけたいと思います。0すら0で、リストをね実際加えていきたいと思います。リストを加えるときね、 IP アクセスでグループですね、ハイフングループ100でイン。これ何をやったかっていうと、まあ、アクセスグループっていうのがさっきのアクセスリストの100番と同じ意味になります。で、このリストを要は通信が来た瞬間にリストを見ましょうっていうふうに指示しております。これでもう制限が完了しました。じゃあ実際通信がね制御されたかどうかっていうのをパケットトレーサーを使って見ていきたいと思います。で、今っていうのはここの PC1 からウェブサーバー、このねサーバーですね、このサーバーに通信ができないよっていう設定と PC0 からは通信できるよっていう設定を加えたので、まずは PC0 がちゃんと通信できてるかっていうのを確認していきましょう。じゃあまずねこの PC0 を同じようにクリックします。で、このウェブブラウザーを同じようにクリック。で、ここの URL にさっきのサーバーですね、192.168.20.20 エンター。はい、これでね実際ウェブサイトのページが見れるようになっています。はい、これはねさっき条件つけた通りですね。 PC0 からウェブサーバーっていうこのサーバーですね、サーバーには通信できますよっていう意味がちゃんと適用できています。じゃあ続いてはこの PC1 がウェブサーバーであるこのサーバーに通信ができない状態になっているっていうのを確認します。じゃあ同じく PC1 をクリックで、ウェブブラウザーですね、で同じくここに 192.168.20.20 エンター。はい、そうするとリクエストタイムアウトって出てきます。で、このリクエストタイムアウトって何かっていうと、通信できませんでしたという意味になります。なので 192.168.20.20 に PC1 がウェブページ見せてよって言ったにもかかわらず、このウェブブラウザーはそれを拒否しているという状態になります。これでさっきね僕冒頭でお話しした通り、この PC0 からこのサーバーへの通信は許可、1からこのサーバーには拒否という制限がつくことができました。これで、一通り、まあ、技術的な部分の、解説は以上となります。で、まあ、今回の動画に関してで言うと、まあ、使い方っていうところがメインではあったので、まあ、使い方のところだけ再度おさらいすると、このルーターを出したければネットワークデバイスから、クリックして引っ張ってくる、スイッチだったらネットワークデバイスのスイッチっていうところから引っ張ってくる、でサーバーだったらエンドデバイスからサーバーっていうのを引っ張ってくる、で PC だったら PC をクリックして引っ張ってくる、でケーブルは稲妻マークから、どのケーブルが正しいのかっていうのを選んで選択してあげる。例えば PC からスイッチだったら実線のケーブルを選んでスイッチに挿してあげる、でスイッチからルーターも同じく実線でルーターに挿してあげる、でルーターからサーバーは
点線ですね、黒い点線で接続してあげるという形でやってあげることによって通信ができる環境が整いますよということになります。で、例えばこれもうこれ間違えちゃったなっていう場合はクリックした状態で選択範囲を広げてあげて、でこのバッテンですね、バッテンを押してあげると消すことができます。このデリートって出てくるので5個のアイテムを消しますかって言われているのでデリートって押すと全部消えます。以上でパケットトレーサーの使い方は以上になります。はい、お疲れ様でした。今回お話しさせていただいた内容はあくまでもパケットトレーサーの使い方についてです。今回やった中身の内容に関しては今は理解しようとしなくて大丈夫です。なぜかというとこれから皆さんが勉強していけば分かる分野になります。今回の使い方をマスターすることによって CCNA で出てくる厄介なコマンドであったりとか実際の動作っていうのを自分で作ってみることができるようになりますので、あくまでも今回の動画は使い方を学ぶためのものと思ってもらえればと思います。今後も他のツールであったりだとか、まあ、前回の動画でお話しさせていただいている VMware とか、そういった使い方なども僕の方で動画の解説をできればなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日もうずうずで。このチャンネルでは IT エンジニアに転職したい未経験者を全力で応援しています。学習教材や具体的な転職方法などどんどん公開していくので、一緒に頑張って IT エンジニアを目指しましょう。せーの、うずかれ。